皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。昨日は欧州最高峰の戦い、CL のグループの最終節が行われたね。最終節はグループによって全く意味合いが異なってきますよね。突破の順位という意味ではそうだね。グループ A はバイエルンがすでに首位通過を確定させていて、グループ B もアーセナル、グループ C はマドリーがそれぞれ首位通過を確定。ただ2位争い、そして EL に回る3位争いが絡む他のクラブにとっては重要な一戦であることには変わりないし、何よりグループ D では久保の所属するソシエダとインテルの首位決戦が行われていたからね。ベスト16の組み合わせにも大きく影響する部分ですが、ソシエダやりましたね。ジュゼッペ・メアッツァで行われたインテルとの一戦でソシエダは90分を戦い抜いてスコアレスドロー。これによって勝ち点では並んだものの、得失点差で上回り、ソシエダはグループ D の首位通過を決めた。今季セリエ A では好調のインテルを相手にしっかり耐え切ったという感じですかね。試合内容的にもアウェイながらソシエダペースで進んでた感じもあったね。バレネチェア、ブライス・メンデスを欠いていたとはいえ、久保、メリーノ、スビメンディラを中心に攻撃を構築。この場合、彼らはホームでファンと一緒に戦っており、リーグ戦とチャンピオンズリーグの間で、彼らは1試合しか負けていない。とイマノル監督も警戒していたホームでのインテルと互角以上に戦ってのドローだったんじゃないかな。この日の久保の見せ場は後半30分頃のドリブル突破の部分かな。細かいタッチで右サイドを突破し、そのままペナルティエリアに突入。右サイドで2人、ペナルティエリアで1人をかわした後に久保は倒れ込み、一時は PK の判定が下るも、VAR で覆える。映像を見る限り最後にかわしたチャルノハールは久保と接触している様子もなかったからこれはしょうがないね。そのまま PK となっていたら完全に久保の日でしたが、このプレイをシミュレーションと判定されイエローカードが提示された久保は後半42分にお役御免。ソシエダといえば試合終了間際の失点が今季は目立っていたけど、この日はしっかりと守って首位通過を決めた感じだね。まずは久々の CL 出場で見事なグループ首位通過を喜びたいですね。イマノル監督もこの試合に勝利したいと意気込んでいたものの、引き分けの首位通過に喜んでいたね。歴史的なマイルストーン。たとえ勝てなかったとしても、我々は何かを達成した。素晴らしい夜、歴史的な節目、この選手たちをコーチできることを嬉しく思う。彼らの中にはユース時代から知っている選手もいるし、僕らのような個性と人格を持った選手たちとプレーできることもね。と選手たちと共に喜んだ。ソシエダは2013-14 シーズン以来の CL だけどこの時はグループ敗退。しかも1分け5敗とカンプナキまでに叩きのめされての敗退。今季の勝利も2003-04シーズン以来20年ぶりのもの。そしてそのシーズン以来、20年ぶりのグループ突破。しかもその時はユベントスに次いでの2位通過。首位通過の今回を歴史的と表現するのも無理はないんじゃないかな。前回そんなにコテンパンだったんですね。久々の CL 出場で首位通過は素晴らしい。イマノル監督はこの快挙について続けてこうコメント。年月が経てば、このチームがやっていること全てを評価するようになると思う。今日だけでなく、グループステージ全体。チャンピオンズリーグだけでなく、彼らの行動全般をね。チャンピオンズリーグのような重要性はなくても、このチームがカップ戦やらリーガの試合に臨むことを誇りに思う。それはかけがえのないもので、選手たちは誰と対戦しようとも、全ての大会に同じように向き合っている。とここでも選手たちを評価しているね。そしてこの試合の久保の活躍を各メディアが採点。機械採点サイトであるソファスコアはこの日の久保全チームでトップの評価。味方のシュートに繋がったパスであるキーパスは最多の3本を記録し、地上でのデュエルでも高い勝率をマーク。攻撃の中心だったことはデータからも現れていますね。ただ地元紙の評価はややからめ。スビメンディには最高の9点の評価をつけ。すべてのオーガナイザー。ドリブルし、パスを出し、自分のスペースを守る中盤のパーソナリティ。チャンピオンズリーグでもすでにクラックとして名を残している。と絶賛。ルノルマン、トラオレら守備陣にも8点と高い評価を下す中、久保には6点とやや低めの採点。前半の攻撃で最もトライした選手。と攻撃面では評価しながらも、イマノル監督は彼に守備への関与を求めた。後半は PK のシミュレーションでイエローカード。彼は少し個人主義者だった。と自己中心的なプレイが目立ったと採点したんだけど、これにはちょっと異論があるかな。ブライス・メンデス、バレネチェアがいない中で攻撃陣で孤軍奮闘していたのは誰の目から見ても明らかだったし、この日フォワードとして先発したサディクの分まで久保は守備面においてもカバー。この試合ではボールコントロールに難あり、フィニッシュのチャンスはほとんどなかった。60分に交代。
とこの日のサジクは見せ話として5点という評価をしているし、同様にオヤルサバルについても、この試合でほとんど見せ場はなかった。後半にはチャンスもあったがワイドな位置でのプレイは、中央のポジションよりも印象が薄かった。と同じく5点の評価をしているようにバレネチェア不在とサジクの攻守での貢献の低さが目についた試合。そこの部分で久保は割を食っているというわけですね。サジクに代わってプリエンテスが投入されて以降の方が久保のプレイはより切れていた感じもあるし、自己中心的だったという評価もここで打開できる能力を持ってたのは久保だけだったとも言えるしね。これからもバレネチェアやブライス・メンデスは不在が続くんですよね。第16節ビジャレアル戦で相手と接触して負傷したブライス・メンデスは右腕の尺骨骨幹部骨折と診断。先日手術を受けた様子が本人のインスタグラムでも投稿されていたけど、回復までに4週間から6週間程度が見込まれるという報道がされていることから年内は絶望。そして15節で負傷したバレネチェアも右足首の捻挫と診断されている。負傷当初に懸念された靭帯や膝には問題がなかったことで、年内中に復帰できるという見通しが立ったものの、やはり負傷明けの選手に無理はさせられないところもあるしね。今日のインテル戦ではザハランも穴を埋めるべく頑張っていたし、控えの選手にここでもう一踏ん張り期待したいね。あとは久保の離脱ですよね。ソシエダからすると主力が断続的に離脱していくのは避けられないですね。久保もこの離脱について言及していたけど、基本的に離脱は避けられない状況。アジアカップに呼ばれていくとなった時、僕は9試合ぐらい最大出られなくなる可能性もあるので、チームメイトからしたら何してんねんっていう感じもあると思う。そういうことを言われないように今のうちに活躍したいなと思いますと前向きに発言していたけど、この日フォワードで先発したサジクはナイジェリア代表でもある。つまりアジアカップと同時期に開催されるアフリカネーションズカップに向けて招集される可能性が高い。ちなみに直近でもサジクは代表に呼ばれてるんですか？そうだね、10月の親善試合、そして11月のワールドカップ予選、どちらも招集されている。絶望感半端ないですね。久々の CL でしっかりと首位通過を果たしたことでベスト16の組み合わせも随分楽になった。同リーグであるマドリー、アトレティコ、バルサは回避、アーセナル、シティのプレミア勢も首位通過のため回避、同じくバイエルン、ドルトムントか PSG のいずれかも回避できる。そうなると当たりたくないのはナポリやライプチヒ、ポルトあたりですかね。厳しいグループを勝ち抜いてきたクラブだけに楽な相手はいなくても強い弱いは当然あるしね。この組み合わせ抽選とともに、ここから離脱者が復帰するまでの12月、そして離脱者確定の1月と勝負の月。CL 自体は2月とはいえ、勝ち進めば当然ファーストレグには影響が出るからね。今のル監督の手腕が試されますね。ラリーガもジローナの躍進で今後どうなるかわかりませんしね。すでに首位とは12の勝ち点差があるものの、4位までの勝ち点差は5とまだまだ巻き返せる位置。ソシエダにとっては厳しい月が続くけど来季に向けて頑張ってほしいね。久保は12月大爆発してあとは任せたって感じでアジアカップに来てほしいです。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。